BLSAG 路線も BLSAG は2006年に設立されたスイスの鉄道事業者である。440km の標準機の路線を運営しており、スイスで最大の私鉄である。さらに、トゥーン湖とブリエンツ湖での船舶事業も運営している。BLS という社名は1906年にベルンからアルプス山無方面に向かう。 鉄道会社として設立されたベルン・レッチュベルク、シンプロン鉄道に由来している。BLSAG は2006年4月24日に設立され合併元となった BLS ・レッチュベルク鉄道とミッテルランと地域交通の株主によって2006年6月27日に承認された。法的には BLS ・ BL レッチュベルク鉄道とミッテルランと地域交通の合併は 株式交換によって行われ、旧 BLS 株1株は新 BLS 株8株に、旧ミッテルラント地域交通株1株は新 BLS 株24株に交換された。BLSAG の主要株主としては、55.8%がベルン州政府、21.7%がスイス連邦政府となっている。ありがとうございます。